クするんです。今年、初めての投稿になります。今年でね、新年早々の元からの日に能登半島地震が起きてしまいまして、被災されましたご家族やご知人の方とか、ご本人とか、被災された方に本当に心よりお見舞い申し上げます。一日も早くね、生活がこう元に戻るように祈っております。はい、ですね、今日は講座のお知らせです。今回ちょっと前回やった自主開催の講座とはちょっと違いまして、もうこういう形になってるんですけれど、ヤマハミュージックリテイリング千葉センターっていう楽天さんのが主催してくださる講座になっております。今回は前回と違ってジャズハーモニーのマジック、なんかね、スペシャルセミナーとかっていう名前ちょっとつけていただいてますけど、2024年今年の3月14日木曜日の午前中10時から12時に開催予定です。場所はヤマハミュージックリテイリング千葉センターの4階 LL 教室、受講料3000円となっております。一応ちょっとお電話番号を書いてあるんですけど、043-309-5500。いきなり内容じゃなくて宣伝からねちょっと入っちゃってますけれど、今回のはちょっといろいろどういう講座にの内容にしようかということで、いろいろちょっとご相談させていただきまして、あんまりいろいろ手出すよりも、テーマをこうあれこれこうあれするよりもちょっと一つに絞った方がいいんじゃないかというアドバイスいただきまして、ちょっとジャズで行ってみようかなという、なかなか演奏論って言ってもこうちょっとこう分かりづらいっていうかね、特に、クラシックの演奏とかだと別にあんまり音とか変わってないじゃんみたいな、そういうところも多分あると思うんですよ。なかなか専門でやってる人とかでもね、ちょっと食いつきが悪かったりとかねするんで、それは仕方ないかなと思うんです。そういうこういうジャズのハーモニーとかって、そういうのっていうのはあからさまに音が変わるので、それは本当どなたが聞いても変化が感じ取りやすいっていう意味で、おそらくターゲットになるのは講師さん方、要するに実際に、ジャズとかそういう感じのハーモニーとかね、そういうものにご興味あるような方が対象になると思うんですけれど、ちょっと今回どういう形でちょっと動画を上げようかなと思ったんですけど、ピアノ科学するって言ったんですけど、要するにクラシックを弾いてる時とかでも、即興性っていうのがすごく大事で、それには普段から即興をやっぱりやってないと、例えばメロディーをね、クラシックの曲どんな曲でも和声音比和声音ってあるわけですけれど、それは直感的にパッとこう本当考えてる暇がないので、直感的にこう選べると、選ぶっていう言い方してるんですけど、本当に自分で即興で選んでるような感覚でいけるようになるのが理想なわけなんですけれど、もちろんやっぱりクラシックの曲なんていうのはもうその全然頭が追いつかないので、それは普段の練習の時に組み込みながらやるわけですけど、だけどやっぱりとっさの時とかにやっぱりそこでこうそういう回路が
彼らのレベルが高ければ高いほどやっぱりそこは生きた音楽になるっていう、聞いてて、あ、これがヒワセオンだな、のヒワセオンだったらヒワセオンの音でこれが解決してんだなっていうようなニュアンスでやっぱり一流の超一流の人たちは弾いてるんですよね。まあ、それでまあ、もちろんピアノを科学するっていう演奏のあれとしても、そのこういうジャズ、まあこれジャズって言ってますけど、まあ、即興演奏を普段のそのクラシック弾く、あの書いてある音楽に弾く場合でもなおさらそういうことは やらないとどんどん音楽心が死んでいくっていうことを、まあいつも、まあ、ブログやら YouTube やら何やらでね発信してるんですけど、なかなかそこはやっぱりちょっとご理解いただけないところなんですよね。で、話が通じるのはやっぱりこういう普段からジャズとか即興やってらっしゃる方と話すると、ああそうですよねみたいな、そうだよねわかるわかるみたいなあのことが多いんですよ。それ例えばクラシックの作曲家の方とかでも、まあ、やっぱりジャズとかそういうの好きお好きな方とかって話通じるんだけど、本当ただ書いてらっしゃるだけの方とかだとやっぱりちょっとそこが通じないっていう、まあ、そこなんかすごい面白いんですけどね、うん、やっぱりちょっといろいろ見てる方向とかがちょっと違うのかなっていう、まあ、こちらも本当演奏場所なので、あのどうしてもそういうね演奏してる時の感覚っていうことにね意識が向かうんですけどね。でまあこの日この講座だと、まあ要するに、まあ、あんまりね細かい説明してもネタバレになっちゃうのであのあれですけど、あのまあ要するにざっくり言うと、あのまあジャズとかってテンションがめちゃくちゃいろいろこう入ってるんで、もうそのサウンドポーンと一度の音ボーンと弾いただけでね、めちゃくちゃボーンと弾いただけでおおってなるんだけど、結局そこでいくら例えば151515っていうこのね、そんな単純なコード進行をやってても何も変わんないんですよね。やっぱりそこで大事になってくるのは、そのテンションとかの云々よりも核になるのはやっぱりそのどういうコード進行リハーモナイズをしてるかっていうことなので、そこが変わらないとサウンドも変わらないので、手法はだから本当にクラシックと同じで、まあ補助音使ったりいろんなその複雑音を使ったりとかね、まあ、特にベースの展開系のつながりなんかそういうのとかでもすごく工夫するので、そういうのをちょっとあの実際に自分あの弾きながら、単純なコードがこういうコードになるとこうなってきますよっていうのを、普通のテンションなしのコードで弾いたらね、あんまりなんか、はあこういう感じかっていうあんまり面白くないんでしょうけど、まあ、それはやっぱりジャズのテンションとか入れていくことで、ああ元はそういうクラシックのコード進行のクラシックのってクラシカルなねコード、普通のポピュラーでも使うようにそのコード進行の工夫でこういうサウンドになるんだなっていう、まあ、そこがをちょっと伝えたくて、まあ、それでこうマジックって書いてるんですけどね、まあ、もちろんこれにはテンションも含まれてくるんですけど、実際のところはだけどテンションに入れたところでコード進行が分かって、工夫がないと全くつまらないということをちょっと実演していきたいと思っています。まあ、定員が40名でそんなに多くないので、申し込まれる方はちょっと早めにこちらの方にご連絡いただいた方がもういっぱいになっちゃうかもしれないので、ちょっとそこだけまだだいぶ先なんですけれどね、定員になっちゃったらもうちょっと締め切っちゃうので、これはちょっとぜひ早めにこちらの方へお問い合わせください。ちょっと僕のところにだとちょっとお問い合わせいただいても、こちらの千葉センターの方へのご案内になってしまいますので、もう一括して千葉センターにお願いしてますので、どうぞそちらの方はちょっとご了承ください。はい、まあ、今日は講座のご案内でした。まあちょっと今回、ね、ヤマハっていうねあれが入ってなんですけどね、まあ、ヤマハ関係ので主催していただく講座になってますので、なんかいいですよね、デザインがやっぱりねこうね綺麗にしていただいて、はい、まあ結構楽しめる講座になるんじゃないかなと思っ
まあ、その作曲云々のその演奏でどう生かすかっていう話は、まあ、ちょっと本当かなりど深い話なので、またそういうのは折があったらね、機会を見て、折を見て、またそういう投稿もちょっとできたりとかするかなと思うんですけど、まあ、一番だけど言いたいことを書いてるのは、僕の、教室の秋田の音楽教室のブログなので、秋田に音楽教室のブログっていうので検索していただくと、アメーバのブログにもうめちゃくちゃいっぱい載せてますから、その辺。やっぱりこういうちょっと話でね、話すのもいいんだけど、結構熟考してっていうか、熟考してっていうか、思った時にバーっとこう結構書いてるので、そちらをご覧いただいた方が、言いたいことが多分伝わるんじゃないかなと思ってます。ご興味ある方はそちらもご覧ください。はい、今日はちょっと宣伝ぜひお問い合わせをお待ちしております。はい、ご視聴いただきありがとうございます。